りました。いよいよですね、この後 J3 1000クラス、今年ラストのレースとなりますレース2が開催されていきます。オーチューレーシングの高橋優輝でしたね。ビレギタイヤを装着するこのウェット路面だったりとか、あるいは非常に微妙なコンディションの中で、あの週末は確かワールドスーパーバイクでも川崎がワンツーフィニッシュをして、本当にあの、ね、川崎ファンがもう、ね、大喜びしたんですよね。全国の川崎ファンが本当にね、あの血糖値が、血糖じゃない、血圧が一気に上がったっていう感じのね、血糖じゃない、血圧だ、血圧が一気に上がっちゃったっていうね、そんなですね、週末になりましたからね。はい、いやー本当ね、もしかしたらお酒飲んで血糖値が上がったかもしれないよ。ね、ね、でしょう、ね。その祝杯を挙げた、その始末がありました。さあ、そんな再現なんでしょうか。もしかすると、コンディションどうかな。まあ、微妙ですね。ウェット、特にハイスピードサーキットの鈴鹿でね、ちょっとね、スリックタイヤの選択、微妙だな。でも、もしかすると駆け出てくるチームが中にはあるかもしれません。ラップへと入っていきます。
が一気に接近して、お3番手に清成が上がってきてる。今清成の姿が見えましたよね。ペース配分中で、今、ナレーシーです。
の時はバックスライダーでしたそして5番手前傾46番これも大きな拍手を送りたい星野トモラそしてということですね、この後、戻ってまいりますけど、私実はですね、表彰式が今日は